じゃんじゃ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 今年も始まりましたけども、うん、あ、新年の抱負というものをね、話していきましょう。変われよ実感しろお前、2020年も自分ポンコツだって実感しろ。2020年始まりましたということで、これからもよろしくお願いします。お願いします。1年の抱負をみんなでお話ししていこうかなと思います。はい。じゃあ、清水さんから。はい、10月から決めたら、はい、絶対こうする、2020こうする決めたら。もし言ってない、こうするこうするって言ったら、こうする、こうするって言ったら、運転免許を取る。おお、これこれ、なるほどね。早く取れマジじゃお前取れ。大半のやつがお前10年の時にその目標終わってるから、ね、今25。もういいお前、今からお前もう合宿行ってこいよ。今今月の目標だよお前。目標っていうの教えてあげるよ。教えてくださいよ。チャンネル登録数100万人リアル。頑張りましょう。はい、もうそのためにも動画イベントを全部全力で、はい、私はやっちゃっていきましょう。やっぱりね、ホラー系 YouTuber じゃないですか。だからね、結構怖いので有名みたいなところもあるけど、それ以外の例えばディズニーの企画だったりとか、うん、それ以外のバラエティの企画も俺らは結構面白いと思ってますから、はい、こういう系で急上昇にもうバチ込みたいっすよね。あー、まあ、いいね。ブワチコね。ブワチコみたいね。ブワチコみたい。BA じゃない、VA。ブワチコ。まあ ST もちゃんと頑張りつつ、まあ、僕と大輝正義がやってる BC、 日本一の野球 YouTuber にもなります。チャンネル考えた BC のチャンネルで。いや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 、 BC やろ。 ST のチャンネルやろ。じゃあ、なかったんそれが。仕方ねえな、マサオくん。マサオくん、あれちゃんと坊主で青なんだよ。俺伸びきって青なんだよ。もっと言いたい目標あったけど、まあ、そこはキャプテン。また BC だ。二連はくどい。違いなさいよ。あくまでお前ら、ここがメイン。頑張んないってことで。だから ST も頑張るって言うて。何を頑張るのよ ST の。僕 ST だと滑り芸とかそういう血の立場でも結構サイコパスみたいな、うん、そこの芸にちょっとキレを出していこうかと。でツッコミもできる。ツッコミ、おツッコミ、そういうオールマイキーな人間になります。パンサーの尾形だっけ。あ、尾形、尾形、尾形ってなっちゃった。皆さん知ってる通りアホなので、このアホさやっぱりね、まあ去年ね、まあまあ出したつもりでしたが、まあまだまだ物足りないと思いますので、ホラーにしても、都市伝にしても、バラエティにしても、すべてアホだわ、出していきます。目標がアホ。なんか BC のあれ、いいっすか、はい、もちろん BC ね、あの去年始まりまして、10月からスタートしましたが、これからまた今年、大会が始まります。全国大会につながる大きな大会なので、そこをね、やっぱ勝ち進んで、BC を大きくしていければなと。全国制覇と一緒やんけ。日本一の野球 YouTuber にもなります。僕は目標はそうっすね、ないということで、ないということで、ないということで。ちょっと何でもいいよ、もう今日でいいか。変なモード入ってます。変なモード入ってます。あの最初はなんか、なんかいろいろかっこいいこと言おうと思ってましたよ。でもなんかみんながなんかちゃんと真面目なかっこいいこと言ってるにつれて、どんどんなんかもう言いたくなくなってくるんです。なんでよ、なんで変なね。よくわからない第6人格目みたいなの。そうそうで出てきてて、今もう言えないとこまで来てる。やっぱ SBC っていうのができて、後輩みたいなのがたくさん増えていくにつれて、自覚を持ってより加速して上に行きたいっていうのがありますし、まあ、BC じゃなくて YouTube の方とかでも後輩チームみたいなの作ろうかなっていうのもありますので。おお、まあ、無所属ですので、僕らがもう事務所みたいな感じになっちゃって、うん、やっていければ大きくなっていけるのかなっていう。基盤はこの6人の ST スタジオがメインですので、はい、まあ、この6人が、まあ、もっともっといろんなジャンルで活躍して、来年抱負からたる頃には扇とかでこう仰ぎながら、あ生きていきたいね。金の部屋で、マジで金の部屋で、もう足組みながらこう明けおめーみたいな。あーいいね、いいね。おやつですけど、そういう次元までこの6人がとりあえず持ち上がっていければなっていうふうに俺は思います。
はい、はい、翔平以外はちゃんとした目標ということでね。いや、ありがとうございます。いや、めっちゃちゃんとしてるじゃん、俺。免許としてる。取る取る免許、これは大事よ。お前個人の話じゃん、チームとしてないの。100万人突破。終わってるよ、こいつ。終わってるよ、終わってねえよ、俺。また来年だ。2021年。ここでね、重大発表が。うわー、お二つあります。おー、お二つ。お二つね。二つはですね、はい、エンディングを変えまーす。おー、今までのエンディングって実は、まあ、全部僕が作ってたんですよ。ファイナルカットっていうソフトあるんですけど、僕が編集してた時はもう それしか分かんないんで、それでできる範囲でやってたんですね。今となっては、まあ、皆さんご存知の通り、編集テレビ級のね、こちらに編集の先生がいます。はい、お、尊敬してます、リモン先生。本当にカットするよ。あ、僕がカットするんで。お前がすんなら言うな。あの、年末に ED いい加減変えねえかと。今なんか毎回歌の宣伝みたいになってますよね。で、もう長すぎて宣伝にもならず、多分もう完全にスキップして絶対長いもんね。もう俺の編集のなんかその想像でできる範囲も時超えてるから、うん、もうそのターボーのセンスで作ってくれ。今回からそのエンディングを使います。あ、今回から。おー、おー、この流れます。お、すげえ流れます。これから一旦2020年はやっていきます。2つ目の発表ですね。はい、メンバーにも言っていません、出張を掘らないとありますね。はい、まあそろそろ出張しようとな、出張っていうか、あの、なんていうんですか、遠いとこ行こうっていう、はい、ガチ出張、ちゃんとお話ありましたよね。うん、1月か2月ですね。はい、もう出張掘らないとで、うん、沖縄に行きます。知らねえよ、そんな話。知らねえよ。知らねえよ。何で知らないさ。出張ファーライト in 沖縄を開催いたします。うわ、心配さ。はい、心配さ。ついにね、大金かけていきますので、やば、皆さんちゃんと見てください。お願いします。お願いします。いや、関東が飛び出したね、とうとう。飛び出しすぎて沖縄に行くって。いや、飛び出すぎよ。めっちゃ行けない。めっちゃ行けない。まあ、掘らないと沖縄ですけど、掘らないとない時はただの観光旅行になりますので、はい、楽しみにしていてください。はい、ということで、まあ以上発表2つと抱負でございました。はい、2020年も出張掘らないと、普通の掘らないと、続行は雑都市伝説のさまざまなね、大人気シリーズの企画をガンガンやっていきますので、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。で、2020年もね、ちゃんとイベントの方も力入れたいと思いますので、はい、ガンガンまだ来たことない人は来てください。はい、はい、特に男性陣とか、ね、男性の方はもう特に来てほしいな。はい、はい、女性の方も怖がらずに初めてでも来てください。はい、はい、ということで、2020年もよろしくお願いします。お願いします。よろしく。マジだ、正義のこの気まぐれな気分やな。2020年もよろしく。今年初のワイビーやろうよ。あ、そうそう、発売日。なるほどね。じゃあ発売日、皆さんも一緒に、はい、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。カラスサンキュー。いや、なんか言ってもらっていいよ。いやいや、まあ、サンキュー終わってない。何をすればいいか。座って。一回座って。はい、ちょっと早く早く、はい、どういう曲だ。せーの、せーで、サンキュー。はい、もう一回、早く切ってくれ。はい、せーの、サンキュー。はい、もう一回、せーの、サンキュー。足んない。さっきやめよう。さっきのやつ編み出してた。違う。それだと本当に尾形だから。確かに。出てこない。さあ。オッケー。まあとりあえずやるわ。おい、なんか聞こえたぞ今。お？早くやれよ。やれやれ、もう早く。あれ。よろしくね。笑っちゃった。完璧すぎ。これが画角がやばすぎる。俺知らない。もう限られる。限られる。長いよ。長いって。よろしくピア。